ゴムタイヤトラム。ゴムタイヤトラムとは、ゴムタイヤで走行し、中央の一本の案内機上に誘導され走行する、中量輸送機関。いくつかの方式が主に、フランスで開発、実用化されている。基本的に河川からの電源供給を必要とし、3両、程度連結して走行する。トラムは、英語で、路面電車を意味し、路面電車とトロリーバスの長所を合わせ持つ。 案内機場の代わりに、道路上の塗装や磁気マーカーに誘導され走行するものも開発されている。が開発した方式。2006年に、フランスのクレルモンフェランと中国の天津。2007年に、イタリアのパドバ。2009年に、中国の上海。2010年には、イタリアのベネチア。2013年に、フランスのパリ。T5 で営業運転を開始した。日本でも、 三井物産が中心となって車両を輸入し2005年6月から大阪府堺市の新日本製鉄堺製鉄所構内に500メートル程度の実験線を設け走行試験及び自治体や運輸事業者等に技術の売り込みを行っていたが結局導入に向けて名乗りを上げる自治体や事業者がないまま2009年に試験走行を終了車両は ロールインダストリーに返却され、実験線施設も撤去された。案内車輪は鉄製で斜めに傾いており、底部にフランジがある。一つのレールに2個の車輪で案内機場を V 字型に挟み込むようになっている。蓄電池を搭載し、短距離ならば案内機場や架線のない場所、主として車庫内を走行することも可能。シーメンス社の低床型路面電車、 コンビーノと同様のモジュール構造なので必要に応じて編成の長さを調節できる。運転席は両側にあり、より鉄道に近いデザインとなっている。ゴムタイヤを使用しているため、坂道に強いほか通常の路面電車よりも急なカーブを走行できるほか、レールの建設コストが安く済むため、坂の多い道などでの活用が期待される。一方で、 路面電車とのシステムの共用ができないため長期的に見て車両の他車への譲渡等が難しいことやタイヤの摩耗などのコスト面の問題も指摘されている。これらのデメリットを踏まえた上での条件によっては、工実する TVR より技術的にも安定しており、今後の展開が望めるタイプのシステムと言える。ドイツのベルリンに本社を置く。 ボンバルディアトランスポーテーションが開発した方式。フランスの都市ナンシーとカーンで営業を運転している。案内車輪は鉄製で両側にフランジがあり、案内機場の真上に乗る。通常は架線から終電してモーターで走行するが、補助動力として発電用ディーゼルエンジンも搭載しているので、架線のない場所を走ることもできる。案内車輪は格納も可能となっており、 河川があれば、ガイドレールのないところでも、連接トロリーバス、トロリーポール装備の場合に限るとして走行することも可能。さらに河川がない場合は完全な連接バスとして走行することになる。車体は3連接固定となっており、運転席は進行方向側にしかない。カーンではパンタグラフによる終電を行っており、全区間にわたって案内機場が設けられ、 トロリーバスモードでの運行は実施していない。トロリーバスモードから案内機場に切り替える際には、連結部分に設けられた3つの案内車輪を1つずつ、機場に乗せるため、その都度、エントランス部分、案内機場への導入部分に合わせて停車しくては、ならないが、ナンシーでは営業開始早々、エントランス部分への侵入の失敗で脱輪する、トラブルが多発した。その他、 カーブなどで案内機場からの脱輪が多発し、河川柱をなぎ倒す等の事故を引き起こしたため、走行スピードを落とさざるを得ず、定時運行ができなくなるなどのシステム上の脆弱さも発生している。さらに、車両限界を考慮せずに案内機場を敷設したため、カーブ区間で列車同士がすれ違う際に接触事故をたびたび起こすなど、インフラ整備のずさんさから起こるトラブルが、 たびたび発生、開業後間もなく、回収のため一年もの間運転を見合わせる事態となった。また製造上の欠陥と見られるトラブルから、走行中の車両からモーターが脱落する事故も発生した。乗務員がストライキを起こす、労使紛争にまで発展している。これらのたび重なるトラブルが起因して、導入を検討していた他の都市が TVR の採用を見送る事態となり、 システムそのものの不安定さと信頼性の不足を露呈した DVR は上記の2都市での採用に止まっている。なおカーンでは前日の通り前線にわたって案内機場が設けられているため脱輪事故はほとんど発生していない。ナンシーでは運営会社とナンシー市当局がボンバルリア、トランスポーテーションを相手取り、損害賠償を請求する訴訟問題にまで発展し、最終的に ボンバルディア側が損害賠償に応じる形で会議が成立したが、結局実験的要素が強かった TVR の以後の開発製造を取りやめることとなった。また、フランス政府側も、ナンシーとカーン・リョに対して、車両の対応年数経過後の運用方式の変更を関、監視、リョともに TVR 方式の廃止と他の重量輸送機関への変更を表明したため、 将来的に TVR は姿を消す予定である。カーン氏は2018年までに TVR 方式の運用を廃止し、路面電車方式へ転換することを正式に表明した。ナンシー氏は当初 TVR の路線を増やす予定であったが、これらのトラブルのため導入をキャンセルし、代替として連接バスを予定していた区間に導入した。既存の TVR に代わる運輸システムを どのシステムにするかは2014年現在まだ明確な方針を打ち出していない。漁師はもともとトロリーバスが存在しており、河川などのインフラが整っていたため、建設コストが通常の路面電車と比べて大幅に低減できるという目論みで導入されたが、結果として未成熟な技術での問題点が次々と明らかとなる事例となった。 バスメーカーのイリスバスが開発した方式。案内用のレールの代わりに、路上に描かれた白線をデジタルカメラによって、工学的に読み取って、コースを維持する。ホイールインモーターによる駆動も特徴。車体は基本的に二連接で、トロリーバスモード、またはバスモードが選択できる。運転席は進行方向側にしかなく、レールもないため、 トロリーバスや連接バスのように見える。河川がないところではバッテリーまたはディーゼルエンジンによる運転が可能で、河川からの給電、バッテリーディーゼルエンジンの動力源を使い分けるイブリッド車である。バスモードの時はガイドウェイバスの一種と言ってよい。スペインのカステリオンデラプラナ、フランスのルーアン、クレルモンフェラン、アメリカ合衆国のラスベガスなどで営業を運転している。しかし、 積雪や道路上の汚れ、降雨後の路面の照り返し、路上に描かれた線の劣化等、路面状況によって路上に描かれた線が読み取りに、くくる問題が表面化している。オランダでは、トロリー宮電も可能なハイブリッド連接バスが開発されている。河川からの宮電や案内機場を必要とせず、磁気マーカーを読み自動走行する。オランダのアイント方編。 フランスのデュエ等で運行中。バスモードの時はガイドウェイバスの一種と言って良い。路面電車との比較。トロリーバスとの比較。電説バスとの比較。エイジティとの比較。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。